その本番の準備を、あの録音とか、あのアナウンスとかを撮るやつとか、でなんかすごいなんか可愛い可愛いみたいな、今すごいスタンプなんかすごい好きや、すごい何ですかね、こんばんは、お疲れ様です、すいません、なんかごめんなさい、なんかこんな、これ古畑任三郎って言われました結構で癖なんですよ、こうやって考えちゃうのが。でもまあそんなことはどうでもいいですね。今日はあの稽古場に潜入するということで、潜入する、まあ、私はいるんですけど、うん、お届けするが合ってますかね、ごめんなさい、なんか言葉がいっぱい出てきて、ちょっと待って、そう落ち着いて、そう落ち着きますね、そうなんです。あと絶対こんばんはですよ、和じゃなくて、たまに和がいますけど、こんばんはっていうカキが言ってましたこの前。下に行きましょう、ここ階段なんですね、こう階段になってて、でなんかあれです、ちょっと感染対策みたいなもうちゃんとあります、こう守りましょうでね、地下なんです稽古場が。でこれやっぱ外した方がいいのかな、どっちがいい、ない方が良くないですか、ない方がいいですね。じゃあここはいっぱい物がありますね、下行きたいんですけど、ちょっと恥ずかしい大丈夫らしいです。なんかこんばんは、こんばんは、こんばんはですだけですよはい、靴を脱いでしまって、これ見てください、これはい、こっち外履き、こっちは内履きです、これ私の内履き、これ今から履きます、これは学校で使ってた上履きです、あの指定品のやつでした、これを履きます。もう皆さん結構帰っちゃいましたね、内履き、誰が、池瀬さんと皆川さんがまだいますはい、それでは紹介していきます。というか声聞こえてますか、なんかちょっと声張るの恥ずかしくてちょっと紹介しますね、こちらはホワイトボードになっておりますこっちが更衣室なので、この男女ですかね、なのでその前に連絡事項とかが書いてあります。はい、これ明日の予定です、これはポスターで、これなんか YouTube を撮ったんです、この前あれで稽古場で、それをぜひ大人計画チャンネルなので見てください。でマスクとかこういう除菌セットみたいなのがあって、そんな感じ？あ、電波悪いって、そうなんです、ここ1しかないんですよ、あの、こう立ってるやつ1しかなくて、いや悪いかなと思っちゃうんですけど、悪いですかね、あ、やっぱり電波悪いって、ちょっと電波悪いね、入るだけ、わーって入って、わーって入って、じゃあ、見れなくて運が悪かったってごめんなさい。じゃあこの稽古場のででん、あ、ここに、あ、だってちょっと待ってください、こっちこっち、はい、ここに入ります。対面禁止、距離確保ということでですね、入っていきますね、失礼します。そう、裏学校みたい、学校みたいですよね、なんかすいません、失礼します。どうしよう、今、会いたいどうしたらいいかな、はい、ちょっとなんか恥ずかしいですけど、じゃあ、まあ、でも早くしないと時間制限があるので、はい、これ机です、ピアノです、使います、誰が使うんでしょうか、お借りしてます、このローランドさんからお借りしてますので、
ありがとうございます。なんだろう、誰かが弾きます劇中で。あとここにちょっと小道具置いてあったりする。ここよくみんなが座るところです。あとこれはセットのなんかセットのあのなんていうんですか、枠組みみたいので使うのであります。あとはなんだろう、電衣装とか、これは男性陣の早替え衣装があります。てか声聞こえますか。靴もいっぱいあります。黒板です。黒板です。黒板です。こんな感じでいいのかな。いいんですかね。はい、黒板ちゃんと写したので、まあいろいろあるんですけど、こっちはダメで、なんだろう、あ、席です。本当になんかあれなんですよ、あのゆるーくやってます。すごいね。机です。あの物しか紹介してない。席です。何の席なんだって。あ、そっか、ちゃんと伝えない。大丈夫です。なんか、はい、席です。あ、OK だそうです。ここは、あ、紫さんの席です。あの今日なんかすごい栄養ドリンク飲んでてちょっとみんなに心配されてたんですけど、元気って言ってました。ちょっと笑いすぎて、これあのまたまた、はい、バーコードです、読み込んでください。あ、ダメ。QR コード。これ席です。あ、どうも。池津さんと皆川さんがいてくれてます。ひのとりです。池津さんです。れいちゃんと親友役での翔子です。翔子、翔子役で、はい、いっぱいお世話になっております。こちらこそです。すいません、よろしくお願いします。どうでした、今日のお稽古。今日は、うん、今日はあれですよね、あの歌稽古とかね、録音とか、あとはすっごいあの指さす、あの指さす練習指さす練習します。れいちゃんがすごく指さすシーンがあるんで、はい、楽しみにしててください。何度もやってました。ちょっとあれなんですよね、指さしが甘いって言ってね、それで一回、そうです、あのこうすごい近くに指ささなくちゃいけないんですけど、ちょっとあんま得意じゃなくて、うん、その優しいのかなって言われてたね、細川くん。それで頑張ります。勢いなんかすごいバイオレンスな瞬間もあったよね、今日ね。今日ちょっとみんなドキッとしちゃった。あ、どこですか。あのなんか丸いやつでポーンみたいな。あ、バイオレンスでしたね、あれは。ダメですね。私が悪いので。いや、違うよ。もう君なんかぼーっとしてた。してないです。パンチのおじさんが怖いこと言ってないんですよ。いつ怖いダメ出しをいただきました。はい、パンチコーナーに行ったらパンチコーナー。はい、皆川さんです。どうも、初めまして。皆川さんです。あのファンの方が皆川さん、タッパイの方って言ってました。ああ、え、もう一回何？タッパイ？あれ違う。パッタイです。タッパイってなんだよ。タッタイだよ。ちゃんとやれよお前。タッパイ。そうそう。あなたの番ですってドラマでね。はいはいはい、それでそのパッ死体のことを怖くてパッタイって呼んでた、はい、パッタイ刑事っていう。そう。パッタイってなんか、うん、タッパイじゃない。なんだよタッパイって。なんか食べ物のことだな。そう。タッパイ、あのパッタイって分かんないもんね。パッタイっていうタイの焼きそばがあるんですよ。はい、はい、あ、それ知ってます。そう。それで、うん、あ、で、その。そう
と死体が怖いからパッタイって呼んでいいですかっていうことでね。あ、そうだったんです。見てたんですけど、なんか見てた、本当に見てました。本当にあのすごい、あの若い刑事さんが釘刺されちゃう。ああ、見てたね。あれ結構衝撃的でした。そうそう、で今度映画やるからさ、あのよかったら来てください、はい、12月ぐらいにやりますので、はい、ぜひぜひ。私も見に行きますので、はい、ちゃんとやってくれよ、明日は。明日ちゃんとやる、明日、お願いしますよ、はい、お願いします、はい、ありがとうございます。ね、本当になんか大丈夫かな。見てる人いるんかね、ちゃんとね。16,997。すごい、やばい、すごい。誰かがやっぱやり直した。机じゃダメだ。机じゃダメですか。あ、でもじゃあ机紹介して。もう机これ私の机なんですけど、何があるの、あなたの机。私のメモ帳と、あとこのなんか、あの総出さんが買ってたじゃないですか、はいはいはい、ね、台本入れるやつ、ね、台本入れる、あれ欲しくて行ったんですけど売ってなくて、もっといいやつなんだ。でも100円ですよ。これ入れとくと、あの折れない、うん、うん。あら、これ筆記用具だ。これ筆記用具。あのパンチの人の台本見せてもらったら。いやいや、ちょちょちょ、シワシワじゃないの。そんなことないよ、結構大丈夫ですよ。そんな今回そんなでもないの。そうそう、ひどくないです、いつもすごいシワシワになるの。ちゃんとしてますよ、ほら。あ、でも今回よく新しくなりますもんね。そっかそっか、あ、そうだ、新しい台本になったからだ、うんうんうん。どう思う、その最初にもらった台本をさ、覚えなくていいっていう、全使うことどう思う。びっくりしましたね。最初にもらった台本全部変わったもんね。そう、確かに。あ、でもあれですよね、皆川さんとかすごいいっぱい変わってきて、私、うん、あ、どうだろう、増えたり減ったり、あ、でも普通じゃないんですよね、それ。普通じゃないよ。なんかごめんね、うん、こんな初舞台になっちゃって。あ、いちょっとそれを、そのあたりを演出家に聞きに行った方がいい。じゃあどういうつもりか。細川さんがセリフを覚えなくていいって、あそこに。あ、そうなんです、総出さんがいらっしゃるんです。総出さんいつもパンを3つぐらい食べてます。総出さんもすぐパパッと帰っちゃう方なので。総出さんの席、みんなの机紹介するんだろう。あ、ファンの方が、そうか、総出さんがいるんですねっていう。ああ、プロさん、セミヤさんさ、あんま変わり映えのない。いないし、いない、いないんです。いない机紹介するんだね。しかもすごい、何も置いてないですよ、総出さん。本当だ。それを全然置いてない。はい、ね、はい。今、あ、意外とでも、今13秒。結構意外に来ましたね。はい、え、これ外カメラにしたらいいですかね。あ、こっち、本当に緩いね。はい、あ、こんにちは。はい、自己紹介をお願いします。みんなやってたの。そのコーナーあった。やってなかったです、ね、やってなかったよね、はい、やってなかった。あの、演出の細川です、こんにちは。こんにちは。はい。本当に緩いね。なんか、え、そうですね、今18,000人。大丈夫なの、これで。大丈夫じゃないと思うんです。あ、大丈夫にしようって感じじゃないの。大丈夫なんですか。まあいいですかね、だって。そうですね。いつもでもこんな感じです。あ、このコーナーはね。そうなんです、これなんか自分の名前ここに書いてあるんですけど、なんかそれで自分の…セミヤさんさ、はい、あの稽古中にすっごい笑うじゃない、はい、すっごい笑う、本当にあれ大丈夫、本番も笑っちゃうんじゃない。え、本当になんかもうダメでした。今日のあの上川さんがすっごい飛んだやつがすっごくツボにはまっちゃって、あの後も苦しかった。すっごい腹筋鍛えられてると思います。あ、あ、そう、こらえると結構お腹にそうだね、力入るもんね。電波悪くて階段の方まで。電波悪いですか。いいですか。あ、じゃあ一緒に来てくださってます。はい、はい、はい、お靴を履き替え、はい、すごいな、すごいと思っちゃってる。すごいと思ってる。
でもなんかあれですよね、100人ぐらいは見れてるかな。え、そういうことなのこれ。なんかよく分かってない。よいしょよいしょ。あ、階段は電波が通じるみたいです。どうだろう。来た来た来たかな来たかな。あ、来たって。あ、来たって。あ、よかったよかった。よかったよかった。あ、なんか私が聞くんです。俺はそう聞いてたよ。セミヤさんが回すって聞いてたのよ。あ、そうだし。全然回さない、なんか席とか紹介してるだけなんだから。でも、そう、細川さん、こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。はい。あ、回さないね。じゃあ、どうもね。お疲れ様。お疲れ様。帰ってよ、帰ってよ。先輩、なんか一言言ってあげてください。お前、ちゃんとやれよ、明日こそ。ね、頑張ってるよ、生命さん。見に来てね。あ、ありがとうございます。丸めるっていう、みんな丸めてたけど、生命さんぐっちゃぐちゃに丸めてたでしょ。あれダメですね。丸めよう。綺麗に丸めよう。ちょっと、コツつかんの。あ、できちょっと、いや、やっぱ、急いじゃん。そうだね、急ぐシーンだからね。急ぐシーンだし、あの、カウントを頭で取る癖があるんですね。困った。それを、あ、先輩が、先輩が変えられた。お疲れ様でした。すいません、皆さんよろしくお願いします。見に来てください。ありがとうございました。頑張った頑張った。お疲れ様でした。はい、お帰りに。帰りました、はい、大丈夫かな。あの、ちゃんと見送らなくて大丈夫。あ、後で、明日怒られない。大丈夫。いや、ちょっとひょこっと。あ、もういなくなっちゃったかな。あ、暗いですね、外から。すごいですね。いや、けどセミヤさん結構歌、セミヤさんの歌と踊りもありますからね。あ、そうですね。なんか、そうです。でも、今日練習したじゃないですか。あ、うん、歌をね。そうですね、あんま自信はないです。自信ないの？自信ない。だって歌歌ってるでしょ、普段から。あ、いっぱいいると歌わなくても平気なの？そんなことないですよ。ちゃんと歌ってるんですけど、やっぱあの、一人でずっと歌うことってあんまないの。あ、そうだ、ソロだもんね。そうです、そうです。ソロがあるからね。それがちょっとドキドキして。顔映さなくていいの？顔映した方がいいよ。これ完全に後ろ姿じゃない。おじさん映してもさ。あ、私のってことですか？ちゃんとさ、そうだよ。あ、いや、でもずっとセミヤさん映した方がいいよ。あ、2万人いっちゃいました。え？あ、やっぱりすごいね。すごい。セミヤさんに。けど、ここまであからさまに顔切られるのも嫌だよ。しかも私もそこまで映ってない。あの、ちゃんとなんか、さっきマネージャーさんが、なんか、可愛い角度で撮ってねって言ってたので、上から撮りますね。ああ、なに、セミヤさんを。そう、私多分、上からの方がいいの。どうなんですかね。可愛い。私、結構、こうやって撮っちゃうんですよ、もう、めんどくさくて。それ、なんか良くないやつじゃないの、それ。良くないんですか、これ。どうなんですかね。まあ、大丈夫だ、どの限りでもね、可愛い。そろそろ。はい。あ、そろそろ。いやいや、本当はこちらこそ。もうぐちゃぐちゃにして帰ってごめんなさい。なんだよ。ありがとうございました。すいません。お疲れ様でした。音楽を作って、はい、いいですか？私も。あ、もちろん。はい、はい、音楽を作ってくださる。どうも、増田俊です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、はい、今日、はい、うん、ラップも。そうだよね。考えてくださって。ね。素敵な歌を歌ってるよ。ありがとうございます。頑張ります。はい、また本番もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。すごい、いろんな方にお世話になっております。今20分なのかな？で、アスカさんの配信が、あ、ここ土足禁止だ。アスカさんの配信が30分から始まるんで、それまで。やりますね。あ、マスク外す。もう顔が赤いですな。はあ、ついてこれました。いや、多分本当に、ここ地下ですっごく電波が悪いんですね。そうなんですよ。それで
靴箱に置いてきちゃいました。オッケー。なので、あ、大丈夫。あ、でもこっち向けば大丈夫ですか。それで結構途切れましたよね。そうなんですよ。でも途切れるだろうなと思ってやってました。だからそうなんです、全然緊急事態じゃないです、途切れるだろうなと思ってやってました。どうでした。あ、ちょっとこれをアップ、あ、すごい、これ大きくできる、大きくしました。めっちゃ止まったけど面白かったよ。あー、やっぱめっちゃ止まりましたよね。でもなんかごめんなさい、こんな適当。ちゃんと段取りを組んでいただいたんですけど、紙にも用意していただいて、でもちゃんとそれも読んで確認したんですけどね、なんでああなっちゃったんですかね。アホ毛、ほんとだ、アホ毛すごい熱い。あれ今何分ですか。22、雰囲気がちゃんと伝わったよということで、そう、机の放送でしたが。まあそんな感じ、どんな感じって感じですけど、なんかありますか、その質問とか。何でも答えます。あ、舞台なん、そう、舞台やってるんですよ、そのやつですね。配信中出ますか。配信中出ますね。はい、すごい今のなんかぽかったですよね。あ、どうですか、どうしてるのか。 あ、持ってる。あ、でもあんま変わんないかも。どうする。あ、そう、舞台の稽古をずっとやってて、あ、いい感じ、毎日やってます。うん、初日行くね。わ、初日、いや、初日大丈夫かな。もう来週ですよね。うん、舞台の見どころは、なんか本当に面白いんですけど、本当に面白いですね。全然物語の流れとか本当にほぼない、あるけど、うん、なんて言ったらいいんですかね、そのバッバッと走ってボッバッみたいな。ダメですね、もう。あ、そう、配信もやるんですよ。なので地方に住んでる方とか、今回は東京まで来れないっていう方は、ぜひそちらをチェックしていただけたら嬉しいです。スマホは直ったの、直ってません、全然使えません。あ、そう、私ゲラじゃないと思ってたんですけどね。いや、本当に面白いんです、それだけなんです。私全然すぐ笑うタイプじゃないんですけど、本当に面白くて本当に笑っちゃうんですよ。日程は6月の17、来週ですね、もう、から7月の4日まで下北沢の本田劇場でやってます。下北沢に初めて行くので、なんかお肉のサンドイッチみたいなのをネットで見つけて、それがすごく食べたいです。ラップ、そう、ラップやるんですよ。4期生にもそれを言ったら楽しみにしてくれるって言ってました。あ、3日行きます。あ、3日、ありがとうございます。ヤング券、あ、そうですよね、今回ヤング券があるので、22歳以下の方でしたっけが、ほぼ半額、その3000円くらいですよね。お、れいちゃん疲れてませんか。疲れ、大丈夫ですよ、私。よく寝てます。なので、そうなんです、そのヤング券があるので、ぜひその若い方とか、舞台見に行ったことないよっていう方も、ぜひこの機会に、ちょろっと、そんなにハードルが高くないので、見に来てくれたら。すごくあれなんですよ、劇場なので、やっぱりライブとも全然違いますし、皆さんの
表情もわかるぐらいなので、ぜひ見に来てください。すごい汗めっちゃかいてますね今、顔が熱い熱い。大人計画はすごい面白いよ。そうなんですよ、そうなんです、結局そうなんです。でも大丈夫かな時間、あと4分だったそうです。カレー屋たくさん、今日言ってました池津さんが、なんかスパイスカレーがあのいっぱいお店があるらしくて、それも食べたいな。でも私なんとかも好きなんですよね。夕食は今日でもめっちゃ朝食べちゃった、朝なんか変な時間に食べちゃうんですよね。でも朝になんかキャベツとブロッコリーとなんかいろいろ入れたスープ作ったんですよ、ずっと食べたくて。それがまだいっぱいあるのでそれを食べたいです、早く家に帰って。でも今日はまだまだあるので、この後もあるので、ぜひ皆さん楽しみに待っててください。あ、テストなんですか、テスト頑張ってください、応援してます。私も水曜日から本番でしたっけ、水曜日とか木曜日とかなので、もうやばい、一緒に頑張りましょう。M ステ、あ、M ステもありますね。明日 M ステ頑張ります。あ、カウントダウン TV も月曜日ありますね。全部夢のままのやつなんですけど、嬉しい、すごく好きな曲なので。じゃあ私、セイミアレイが出演します舞台3年 B 組皆川先生 2.5 次元目は、6月4日木曜日だそうです。来週の木曜日から7月4日まで下北沢の本田劇場にて上演します。本田劇場私初めて行くんですけど、すごく由緒正しい劇場と聞いております。頑張ります。作品はすごく本当に面白い、本当にただただめちゃくちゃ面白くて、もう腹筋割れます。私はすごく正義感の強い学級委員役なんですけど、すごく面白い子なので、ぜひそれも見に来てください。今回はですね、ピアライブストリームとワーワーオンデマンドにて生配信を行う予定です。6月26日の18時の回が土曜日なので、ぜひお家からテレビとかでも見れるかも。ワーワーオンデマンド私一回使ったことあるんですけど、テレビで見れました。ぜひ大きい画面でも見てください。劇場にお越しいただけない方も一緒にお楽しみいただきます。ぜひご覧ください。はい、こちらポスターを持ってきてくださって、こんな感じです。舞台頑張ってきますので、ぜひ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 絶対見てね。まあそんな感じですかね。またこの後21時からも会えますので、それもまたお願いします。今日はじゃあありがとうございました。ありがとう、あれ消えてない、消えてる、あれあ、こっちだ、バツ押しちゃったんだ。ありがとう。